はい、ちょっと今ね、ロッテリアのデス激辛チキンサンドバーガーを食べて、サンドリーチキン、サンドリーチキンあのこう折っちゃって、ここにデスソースがで、めっちゃ痛いので、それでね、氷で冷やしてるんだけど、もう編集の作業にならないからって言って、息をね、ふーって吹っかけたら、ちょっとまだマシないので、今扇風機を出してきました。そしたら、ちょっと猫たちが寄ってきて、なになにみたいな感じの反応になったから、扇風機をね、回したらどういう反応するのか見ていきたいと思います。でちょっと回すわ。多分首振りの方がいいと思うから。そういや扇風機ってそんなにね、体験したことないと思う。多分マロンはない、チャチャはあったかなって感じ。レベル1でいくわ。いきますね、せーの。これちげえわ。首振りのレベル1。みんなのうちもさ、別に猫とか飼っても普通に回すと思うんだけど、どうなんだろう。でチャチャが、はいはい、ここに当たるわ。おーおお、え、じゃあどう？ドライアイ？マロくん来た。どうよ。マロくんが近いね。風が出とるよ。あー、やりゃりゃ。逃げた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 。逃げた。逃げた。なんだ？みたいな感じだったね、今ね。チャチャはいいの？いかんで。中に触れて危ないとかないよね。うん、大丈夫。手入んないから、それは大丈夫。チャチャが、もうちょっと近く置いたら、そしたら。チャチャ、はい。マロンが逃げる。で慣れたらね、心地よいと思うんだよね。特にチャチャなんてね、ノルウェーの猫ですから、気持ちいいと思うんだけどね。あー気持ちいい。こうしとかないと本当無理。あーもう首振らないで、行かないで、もうここに当てて。よくない、それ。それね、一番最初の。あ、マロン来た。1だよこれで。すぐ逃げたよマロン。あら、これ気持ちいいで。どこから風が出てくるとか、そういうのも一切分かってないから。あれあれあれ、またマロンが挑戦しに行ったか。マロンが挑戦する。こっち側から。マロンが来た。マロンおいで。この子大丈夫やで。気になっとるね、この子ね。気持ちいい？マロン、気持ちよくない？慣れたら気持ちいいんじゃない？めっちゃ嫌そう。いや、そうな顔しとる。はい。あ、いや、いやみたい。ちゃちゃ、暑いんやったら扇風機で当たったらいいんじゃない？暑いんやろ、そうやって広げて。扇風機気持ちいいよ、ちゃちゃさん。ちゃちゃ、ほれ。ほれ。扇風機。気持ちよくない？涼しくね？そんなことはなかったみたいでございます。ちょっと強いんかな。でもこれがね、一番弱いんだよね。元マロンすっごいなんか俺だね、勇敢にこう来るけどすぐ逃げちゃう。